はい、おはようございます。ラスカルでございます。久々に TKG がめちゃめちゃ食いたくなったんで、大量にね、卵とトッピングの食材を用意して本日はね、調理していこうと思っております。本日用意した食材が、まず卵と15個ぐらいにネギ、キムチ、鮭ほぐし、ご飯ですよ、納豆とベーコンにチーズと、こんな感じの食材を本日は使って調理していこうと思います。とりあえずネギ切ろう。ネギ、ネギは OK と。よし、続いてこちらのベーコンと、ベーコンこんな感じで切り終わりましたんで、これね、残ったベーコンは食べちゃいたいと思います。うまい。したらフライパンに火を入れてと、オリーブオイルと、そしたらここにベーコンを入れてと。いはい、まだ全然温まってなかった。オッケー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 黒胡椒をね、軽く入れて炒めていきますよ。そしたらこのまんまね、中火でじっくりと焼き目をつけていきたいと思います。焼いてる間にね、他の準備をしちゃいたいと思うので、まずこのね、納豆をかき混ぜていきましょう。これ今日は7パックに押さえておきましょう。これを混ぜまして、よいしょ、オッケー。続いてね、ご飯を器によそって具材をね、持っていきましょう。炊きたてのライス、うまそう。もうね、炊飯器のこのさ、釜ごと以前はね、ひっくり返してたんですけど、一生炊くとね、あの方式ご飯固まっちゃってダメなんで、こうやってね、地道にご飯をほぐしながら、ね、入れていきます。よいしょ。ご飯はね、ちょっとこんなもんでいかがでしょうかっていうことで、徐々に具材のトッピングをしていきましょう。よいしょ。1個目がね、こちらのキムチと、続いて横にはなってるでしょ、これキムチの横をカルボナーラにしちゃおう。ベーコンをややっと、ややっと、肉汁と、ここにパルメザンチーズと、風味付けにバターを、ね、てか見た目、見た目盛り付けのセンスな。でご飯ですよ。これ昔から思ったんですけど、ご飯ですよの瓶ってさ、間口狭くない？子供の頃は一食で一瓶なんか絶対使わなかったじゃん。でも今日はね、何瓶も使っちゃうから。もうね、塩分とか気にしない、何も気にしない。今日は2瓶で OK かな。で最後に鮭ほぐしと、これも一瓶でよかったな、全然よかった。これデカ盛り作るときあるあるなんですけど、絶対買いすぎるんだよね、いっつも家で怒られる。最後に生卵っすね。よっ、もうこの数になると割るのめんどくさ。はい、ラストと。うい、こんな感じなんですけど、欲望に身を任せたTKG アレンジ丼でございますね。いや、すげえね。デブ飯の極みみたいな。炭水化物、脂質、塩分、やばい。早速食べていこうと思います。いただきます。とりあえずと、醤油と、いい。なんかね、ネットで TKG 醤油って調べたら、四方っていう醤油が出てきたんで、今回はね、この醤油を使っていきたいと思います。これちょっと卵崩さないとさ、
片夜からいろいろと、なんもない部分これこれうまそう、いただきます。うめえうん、やっぱシンプルが一番うめ。今日ね使ってる卵はいつも僕ん家で使っている田中農場さんのめちゃめちゃうまい卵を本日も使用しております。そしたらそろそろこのアレンジのね壁を崩していこうかな。これまず納豆、納豆卵っすよ。こんなのはさもう絶対うまいよね、納豆卵。うまい。うん、この組み合わせは鉄板っすね。ちょっとおネギ欲しい、おネギ。ネギ。よいしょ。うん。あー、うめえ。続いてこれ、キムチ。これもう間違いないね。あ、うめ。ちょっと納豆とキムチ合わせたらさ、絶対うまいと思うんだけど、どう思う？納豆キムチ TKG。いやよ。うん。うん。シンプルにうまい。黙々と食っちゃうな。うん、続いてカルボ TKG。 これはね僕初体験なんですよ。アレンジレシピを調べてきたら出てきたんで、うまそうと思って作ってみました。いただきます。あ、うまい、うまいけどお醤油かけないと物足んないな。うん、醤油かけたらまとまった。うまっ。唯一ね、今日のメニューの中でもお肉の入ったアレンジの TKG なんで、これね、アクセントにちょうどいい。うん。なんかね、リゾットに近いような味なんで、朝ごはんってよりかは、夜ごはんとかに食った方がいいかもしんない。うん。続いてこれ、鮭食べ、鮭。鮭と。これもシンプルでうめ。うん、最後にこれご飯ですよ TKG。 え、待って、こんなうまい、こんなうまいこれ。うまっ。このご飯ですよのさ、甘みっていうのかな、それと卵が加わると和風照り焼きみたいな、なんかね不思議な味がすんのよ。あ、これうまっ。うん、どう考えても卵足んないね。一生食うと15個でも足んない。マジか。うん、じゃあもうさ、これお米一生あるでしょ、でトッピングと卵あるでしょ、もう絶対ね5キロは余裕で超えてるのよ。もうこの量になるとデカ盛りじゃなくてちょっとしたチャレンジメニューだな。うん、うん、ちょっとねこのあと用事があるんでアルコールは飲めないんですよ。だからね代わりにこのドライゼロで、一杯いかせていただきたいと思います。どうぞ乾杯と。
ーでもやっぱりお腹いっぱい。うん。やっぱ満腹になってくるとこのご飯ですよとかの塩分がね効いてくるね。うん。卵追加しよう。はあ、よいしょ。卵もね持ってきたんですけど、今回ももちろんカップ麺ちゅうことで、博多の方ではかなりね有名店なんですけど、しんしんさんのカップラーメンですね。卵を割ってと、いいや、いいや。えい、オッケー。今日これで生卵21個食べてますけど、1日に21個って大丈夫なん？そろそろいっか。しんしんさんのラーメンこんな感じっすね。いや、ちょっと真っ白だから白飛びしてんな。しょうがない。うん、うまい。カップ麺うまっ。うん、これちょっともう混ぜちゃう。うん、うん、やっぱすげえな、カルボ重った。満腹感きてる状態のこのカルボ TKG はね重い。バターがすごいね。うん、うん、やっぱりデカ盛り作ってると具材これ乗せてとかいろいろやってて、想定よりもね絶対量多くなるのよ。こんなに食べる予定じゃなかった。いいや、お腹いっぱいよ。うん、この卵1個 50g でしょ、21個、1キロあんのか卵で。うん、うん、今ねまあまあきつくて、大食いの大会の BGM がずっと流れてる頭の中で。うん、鮭フレークしょっぱ。ほっぱ、みんな見てて、今日はね気合い入れるから、よし。うん、あ、ごめん、そっか。うん、うん、よっしゃ、最後かき込んじゃいます。ごちそうさまでした。今ねこの TKG、まあ、ラーメンとビールと全てね、食べ終わったんですけれども、いやお腹いっぱい、めっちゃお腹いっぱい。
きっとね、皆さんも TKG 食べ慣れてるとは思いますけれども、普段とはねちょっと違ったこういったアレンジレシピとかで TKG を楽しんでみてもね、改めてこのシンプルがゆえのうまさってのに、まあ、再確認できると思いますんで、気になった方はねぜひこういったアレンジレシピをしてね、改めて TKG を楽しんでみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。